熊本豪雨被災者支援小型仏壇無償提供お客様からですねありがたいお喜びの声はがきいただきましたありがとうございます力になります金箔が付いてもはげない国産仏壇お仏壇の販売が天職長田後期でございます2020年9月の9日水曜日今ちょうどですね朝5時49分朝動画でございます外はまだ真っ暗ですね、はい で今日も元気に朝、新、ありがたいことにですね、人吉市からですね、若い女性の方でいらっしゃいます、えー、ありがたいことにですね、お喜びの直筆はがきいただきまして、読ませてもらいます、あの実はこの方、ですね、インスタとかを白紙されて、ですね、14期、ご自身のおばあちゃんにまず1期、その後13期ですね、14期配っていらっしゃいままます。でまず読ませ,させていただきます。 永田様、前略、この度は令和2年7月豪雨災害の支援として人吉熊のために仏壇をご提供いただきありがとうございます。私の祖母は、えー、3年前に火災に遭い引っ越してきた熊村でこの災害に遭いました仏壇を見て心が落ち着いてよかったと喜んでおります永田社長をはじめ職人さんスタッフの方々のご支援。 心より感謝申し上げます。これからも少しでも人吉熊の復興につながるよう、たくさんの方々の力を借りながら、私にできることに取り組んでまいります。松日つながらご支援をいただきました皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、お礼に変えさせていただきます。令和2年9月の3日。はあ、もう本当、こちらこそありがとうございます。もう何より素晴らしいのがですね、この人吉熊の復興につながるように、 たくさんの力を借りながら私にできることに取り組んでまいります、これスーパーボランティアですよ、この方、これ若い女性の方なんですけどね、やっぱこう、積極的に前にやっぱり、地域のためにという形でですね、であの実はこの方ですね、もう今さっきも言いましたように、14期配ってらっしゃいます、スーパーボランティア、インスタなんですよ。 こういうい情報ですねまず自分のお,おばあちゃんのためにです、ね、まず行きくださいってそれをインスタに上げられたら、ね、若い女性の方のネットワークってすごかですね、はい、もうあのこれはもう本当情報発信力すごいと思いますねでネットワークの影響力を持っていらっしゃいますねと、はい、いうことで「ひとしくまの復興につながる私にできることに取り組んでまいりますスーパーボランティア14期 配っていたただきました誠にありがとうございいますはい、あのおばあちゃんがおっしゃってらっしゃったそうですね仏壇を見て心が落ち着いてよかったと温かいコメントを頂い,いておりますやっぱもう何よりでございますですからですねどうぞあのインスタでパンパン発信してやってくださいでですね電話いただければですねでもまたあと30機ぐらいになった実はですねでもですね 10月の1日から1ヶ月間ですね、クラウドファンディングで資金を募ってですね、また追加、もうこれで、もう今70期ぐらい配ってますからですね、ですからまあ30期残り、で、あとやっぱり100期ぐらいは配りたいですね。 そう思っております。まあ、あの、これはもうちょっとどのくらい集まるかわかりませんけど、ですからですね、まあ、あの、10月1日からクラウドファンディング始めますので、で、こういう形でですね、もうこういうご支援の輪も広がっております。どうぞどうぞ言ってください。あの、一応私も頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。